どうも PO25 です。ゆり漫画の感想です。いやめっちゃ久々でさ、あのアネモネ3回以来なんだ。だからあのすごい入り方を忘れたというか、久しぶりですって言おうとしちゃった。ただ全然久しぶりじゃない、動画的には全然久しぶりじゃないですね。あ、というところでございますので、私今回のゆり漫画作品を3冊買ってきました。で、そのうちで一番楽しみだったやつを今回読んで、感想をお話ししていこうかなというところでございます。はい、じゃあその作品何かと、主役に登場していただきましょう。君と綴る歌方です。いやついに4巻ごめんちょっと待って揺れたついに4巻が出ましたね。いやまあちょっとね、本当に楽しみにしてたんだというところで、今回もね10分タイマーをかけて今感想をお話ししていけたらいいなと思います。まあ絶対10分オーバーするんだけどね。一応読んで1時間経ったかなぐらいの時間です今。うん、だからあまりこうまとまってないところもあるかもしれないけど、でも新鮮っていうところで、まあどっちがいいかですよね。こうまとまりを選ぶのか新鮮さを取るのかというところで、私は新鮮さを取りました。というところでございます。いきましょう。じゃあまあちょっとタイマーかけますね。スタートというところで、まず私あの今回はアニメイトで買ってきましたので、リーフレットは雫というところでございます。いいですね、この服好きですね。この萌え袖じゃないんだろうね多分。でもこれね、親指でも穴開いてると思うんだけど、これ好き。いやいいね、やっぱ雫に似合うわ。で、この後ろのこのこれデフォルメされた雫も好き。この何も考えずに浮いてる感が非常に好きなんですよね。まあそんな感じのリーフレットでございます。中身も非常にあの裏話でしたので今回は良かったですね。うん、でまあ内容なんですけれども、やはりこう機密図を読むた時にやっぱ感じることっていうのが絶対ありまして、綺麗なんだわ。もうほんと透明感あふれる綺麗、本当にやっぱどの作品よりも綺麗ですよ。もう本当に機密図の最大の特徴、私はそう思っておりますけれどもね。なんも読んでると本当にこう透明になれるというか、透明になれるってなんだよって透明になれるってまた透明に感じるんですね。本当に素晴らしい作品でございます。絶対私あの機密図をね人に勧める時も、透明感がえげつないから読んでみてって言いたいですよね。でも多分透明感って言われてもピンとこないかもしれないですけど、読んでる人はわかると思うんだ。すごくいいじゃないですか。なんか透き通ってる感じがしてね、まあすごい好きですね。まあてな感じで内容でございますけれども、まあ3巻の続き、当たり前だね。3巻の続きになります。最初の1話がシリアスで、それ以外が結構日常系だったわけですけれども、その最初のシリアスがドーンときすぎて、あのだいぶ印象に残ってますね。まあ、ざっくりした内容を言ってしまえば、3巻のラストに恋人ごっこをやめようと言われて、嫌だでもやめるしかないっていう問答を繰り返して、最終的に決着というところでございますけれども、まあ最終的な決着点としては、まあ、本来のそのこの関係の目的であった、まあ香織がその雫の小説を読みたい、でも私雫はもう書く気がないんだけれども、じゃあ私がこの夏恋人ごっこで恋人になるから、それをもとに小説を書いて私に読ませてほしいよというね、この本来の目的、まあそれがね夏休み中に倒れてしまったところで中断になるかと思いきや、じゃ雫がここまでの話をまとめて病室に持ってくるから毎日感想をくださいというところで、この関係を続けようというところになりました。やっぱここの問答の間も非常にありましてね、まずこの帯ですよ。死んじゃうんだよ私というところで、あの香りは死んじゃうらしいです。今の医療をもってしてもちょっと無理らしいですね。本当にすごいですね。で、まあこのね、この上の文章であります、この今度は私が君をつなぎ止めたいというところで、これねやっぱあれですよね、雫がそのこの関係をねつなぎ止めたことを言ってるんですけれども、どうやらねこう香りが、恋人ごっこを始めた理由がね、実はもう一つ明らかになりまして、それはあの雫がねこういじめでちょっとやってしまって、小説書いて塞ぎ込んじゃってっていうところで、でこの小説を捨てて自分も消えてしまおうとしてたところに、まあどうやらそれを見て、何でしょう、こう雫に対して何かを与えたいと思って始めたらしくてですね、何でしょう、こうなんていうの、その
このセリフを引用するのであれば、香りが星川しずくという存在をつなぎ止めたわけですよ。で今回はこの逆なわけですね。しずくがその浅香香織という存在をつなぎ止めたと、まあ、あの恋人ごっこが続くってことなんですけれども、あのなんて言うんでしょうね、こう私がしずくのね、その作中のセリフにしずくがね、ここから私がいなくなってしまったら、彼女はひっそりといなくなってしまいそうだみたいなセリフがあったわけですね。まあ、そこから解釈するとある意味こう浅香香織という存在をつなぎ止めたのかなというところでございます。いやここで良かったと感じるのがですね、あの雫が提案したんですよ、この小説を毎日持ってくるっていう話を。いや今まで雫ってこう香織から言われることに対してやろうかやらないみたいな話をしてたんですけど、自分から提案したからね、もう雫が逆にこの関係を求めている。いやもう素晴らしい雫の成長を感じましたね、本当に。あとね、この間全体通してね、雫がすごい感情豊かな、表情がね、めちゃめちゃ豊かで、あのそういうところまで、こう雫の、なんていうの、星川雫ってこんなに表情豊かにする子だったっけって思うくらいで、豊かなわけですよ。そこもなんか、雫の変化を感じますよね。この表紙の顔だって、もう本当にこう、香りのこと好きじゃなきゃやらんもん。まあ、そんな感じでございます。はい。まあ、てな感じが最初の一話でございまして、で、まあ、そこから小説を持ってくる話に入るわけです。はい。まあ、そうしていく中でですね、やっぱりこう、いろいろあるわけですよ。ごめん、ちょっと待ってね。でね、その、香りのね、持ってきた、雫が持ってきた小説を香りが読んで、香りが発したセリフがありまして、それが、雫の小説は面白いねと。これを読んでるとすごいこう自分がこの小説の中に出てくるみたいな感じがする、そしてこの小説の中の自分はすごい自分理想の自分だという話をしてて、この子は病気もなくすごいこれからも楽しく過ごせるんだろうなって言うんですね。これで感じたのがさ、でこれに対してその雫の、まあ、言葉には発してないけどのアンサーが、私は見たまんまの香りを嗅いだつもりだったんだけどなっていう話で、セリフだったんですよ。これ香りすげえなと思ったのがさ、香り普段から理想の自分をやってたわけでしょ、雫の前で。いやすごくない？だってこう病気があるっていうその何て言うの、そのバックにさ、それがありながらも理想の自分を、まあ、演じてたのか、その雫の前だとそうなってしまうのかっていうところでございますが、すごいこうやっぱそこは香りの凄さを感じましたいいですね。まあその後ね、こうあれですよ、セリさんとかと会ったわけです。で、まあ、そこであの真実を告げられるわけです。真実っていうか、まあそのなんていうの、過去も告げられたりとかしてね、そういうお話に発展があったんですけれども、まあ、結局そのシーンの最後にですね、付き合ってるじゃんって言われるんですよ、セリさんに。で、付き合ってないよと、恋人にめっちゃ見えたよって言って、めちゃめちゃ雫が香りのことを意識するといや雫のね、その時の顔とか最高なんですよ、本当に。もういや本当に雫変わったなと思いましたね。でまあその後、まあいろいろやるわけですけれども、山に行く会があるんですね、お姉ちゃんと。山に行く会がありまして、お姉ちゃんっていうのはその雫のお姉ちゃんと山に行く会がございまして、それをその発端がその香りが松荘そのこの最初に言ったさ、理想の私はここで病気をしないとね、幸せに暮らすんだろうなっていうところで、じゃあ病気の描写は書かないね、これ別に誰にも見せるわけじゃないから、香りがしたいようにしていいよと。じゃあリクエストあるって聞いて、じゃあ山一匹で欲しいと。で、山の描写を、小説に入れてほしいんだって言ってね、そしたら私も行った気になるからって言ってお姉ちゃんと山に行くわけですね。で、その山に行ってる間にもこうお姉ちゃんと過去の話をして、最近変わったよねって話から、まあすごい心配してたんだよと。で、それに対して雫がすごい、私にも心配してくれる人がいたんだと、私ここに居場所があったんだってこう自分の居場所に気づくわけですよ。で、最後、お姉ちゃんが撮った写真を香りに送って、ああそっかって、で最後に香りが、次はどうしようかなっていうセリフを言ってこの話終わるんですけど、ちょっとさ、これ感じたんだけど、考えたんだけどさ、これ香りがさ、その行った気になりたいとか小説の内容を広げるために
山に連れてったっていうのもあるんですけど、あとはさ、あれなんじゃないかなと思って、こう居場所の話がここで出てきたわけですよ。雫が、あ、私にも他に居場所ってあるんだって思ったのとこう合わせるとさ、香りがさ、こう自分が死んだ時に雫に他の居場所を特用に、香りが、自分が死んだ時用にこうやっぱりこう雫に対して別の居場所を作るようにさせたいか、作らせたいからこう別の場所に行っていろいろこう自分の居場所に気づいてほしいとかね、別の楽しみを、感じてもらいたいと思ってるのかなっていうのを考えたんですね。結構それまで頻繁に雫夏休みなんかやることないのとね、ここに毎日来るの大変じゃないって言ってるんですよ。やっぱそこからも感じる通り、こうなんて言うんでしょう、こう雫にこう雫を自分に依存させたくないというか、やっぱりこう自分が死んじゃった時に雫はすごい悲しむの嫌だから、だからそんなね話もそのシリアス界であったんですよね。なんか、私は大切な人がいなくなっちゃう悲しみが分かってるから、雫にもそれを感じてほしくないんだって、だから私は夏休みが終わったと同時に君の前からすっと消える予定だったんだよっていう話をしてた、してて、あ、やっぱりこうまだ、あ、10分経ったわ全然ちょっと待って、途中でごめんな、ちょっと待って、もうちょっと話すわ、まあそういうところでさ、こう、ちょっと切れちゃったよなんてでしょう、こうやっぱその悲しみを感じてほしくないから、朽ちればそう、なんか結局ね、そのこの関係続けるとは言ったけど、でもこういつかこう香りじゃない雫か、自分のことを忘れてもらうためにこう別のことを経験させてるのかなっていうふうにも考えました。はい、最後はやっぱこう妹さんも出てきまして、香りの、ね、妹さんも出てきまして、お姉ちゃんを返せと、いやもうここからまたなんか話発展しそうだなっていう感じはございますねまあそうだよね、でもね、まあ、どうやらね香りは雫と絡むようになってから雫の話しかしてないのかもしれませんね。ここもまた一悶着ありそうというところで、基本的にこうユリ作品はその相手方に妹さんがいるとあれですからね、こういう、そうそう、妹さんがいると大抵その妹さんからは好かれないからね、そう足立と島村もそうだけどさ大抵好かれないからね、まあ姉もねはちょっとまだちっちゃすぎるからさ、そう妹さんたちが、そんなことはなかったけども、しかも結構タイプ的にもこう足立とさ雫って似てるじゃん、まあそれに比べるとこう真白はどっちかっていうとこうふわふわっとしてるタイプだからさねまあそういうのもあるんだろうけど、まあそんな感じでございます。やっぱりここからもね一筋まではいけなそうだなというところでございます。こんな感じかな、まあもう良かったですよねやっぱ読んだばっかの好きな作品、楽しみにしてた作品を、ダメな点なんて感じないから、人間ってそうだよ、楽しみにしてて自分で金払って買って読んで、あらなんか探すわけないじゃんでしょ、楽しみにして読んで楽しかったで終わるんだから、そうだよ、批判なんかしないそれしてるやつはそれしてる自分がかっこいいと思ってるだけだから、そうだよ、まあ、そんな感じでございました。まあちょっとやろうと思ったことがあって、なんか岩間先生がねツイートでね、感想を見るの好きだから配信とかブログ書いたりする人は言ってと、こっそり見に行くからって言ってたんですよ。やっていいのかなもちろん私にその岩間先生に直接動画撮りました見てくださいっていう度胸はねえよ、度胸はねえから、まあ機密図ってハッシュタグをつけて、まあちょっと動画のリンクつけたツイートしようかなと思うんだ見てくれっかな岩間先生、見てやめよう調子になるのやめようまあそんな感じでございます。まあ、見てもらっても別に大した感想じゃないしねまあ最後だけちょっと自分でもいいこと言ったなって気はしますけどもまあそんな感じでございました。チャンネル登録とかね待ってますんでよろしくお願いします。ありがとうございました。
バイバイ。